徳満駅は北海道手塩郡豊富町和町技満にあった北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W75。2016年3月26日のダイヤ改正による減便以前は夜間の上り普通列車が通過した。1977年の豊富駅と周囲約500メートル範囲。上がな内方面。 輪っか内側隣の廃止になった足川駅と掃除型で、千鳥式ホーム2面2線と、駅舎横なよろ側に、貨物積み下ろし場と引き込み線がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地名はかつて、福密であったが、駅の開業時すでに同音の上花線福密駅が存在したため、 特万と名前を変えて駅名にした。無人駅で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。かつては、稚内方面に向かって、右側に木造駅舎とその横の内泥よりに貨物積み下ろし場を設け、千鳥式ホーム二面二線を有する一般駅であった。無人化に伴い駅舎とは、反対側のホームと線路の撤去が行われて、防線化された。 開業時からの駅舎はその後も残っていたが、2000年7月に撤去され、その後はプレハブ建築の待合室と簡易なトイレが並べて置かれるのみとなっていた。かつて駅員が配置されていた際には、隣の豊富駅とともに語論が良いために入場券や乗車券の人気があった。1日の平均乗降人員は以下の通りである。ありがとうございます。